こんにちは。歴ショックです。今回は、松平一門ながら、三河一向一揆で家康に歯向かった松平正久の生涯、子孫のその後について紹介します。松平正久自身は、家康の松平氏とは一切の血縁関係はなく、家康の祖父、松平清康に岡崎城を奪われており、家康とは潜在的に対立する関係にありました。それでも、正久の姉妹が清康に嫁ぎ、一説には家康の父、松平広忠を産んだともされており、正久自身は家康に恨みを持ちながらも、大草松平氏は松平一門になるという奇妙な関係になります。そのため、三河一向一揆では、正久は、吉良義昭らと組んで家康に敵対し、敗れて三河を追放されるも、正久のひ孫が家康に取り立てられ、旗本として繁栄することになりました。今回は、もともとは松平氏より大きな勢力だった大草松平氏の歴史、家康に歯向かいながらも子孫は取り立てられた松平正久の生涯、子孫のその後について紹介します。家康の祖父、松平清康に城も家臣も奪われる。松平正久の前半生。大草松平氏は、もともとは松平氏とは全く関係のない、三河の国の守護代を務めていた西郷氏に始まる家です。九州の肥前の国出身の武士とも、美濃の国の守護、時氏出身の西郷頼根が三河の国に移り、西郷氏を名乗ったとも言われ、足利一門で室町時代初期に三河の国を中心に権勢を誇った二騎士のもと、三河守護代を務めていました。しかし二騎士は幕府内の争いに敗れ没落し、三河の国は一騎士が守護となったため、西郷氏も守護代の地位を失いましたが、それでも三河の有力国人として勢力を誇っていました。西郷氏は、岡崎城の南方にある大草郷を拠点にしており、そこから北上して岡崎周辺にも勢力を広げていきます。応仁の乱以前の1542年頃から、当時の当主、西郷次頼が岡崎城の築城をはじめ、岡崎を中心とした三河の一大勢力になります。一方、この頃の松平氏は、家康の6代前にあたる松平氏3代目、松平信光が当主を務めていました。信光は応仁の乱で、当時の三河守護、細川氏と結んで急速に勢力を拡大しており、西郷氏に並ぶほどの勢力に成長します。次よりの子、西郷頼次は、領地の接する松平氏と敵対関係となり、戦に及んだものの敗れ、松平氏の傘下に下ることとなります。この際に、松平信光の五男、松平光重を娘婿に入れられ、大草松平氏として松平一門に組み入れられました。光重の後は、光重の子の松平親貞が継ぐも、親貞は子がいないまま亡くなったため、西郷頼次の実子である西郷正康が家督を継ぎます。正康は松平信貞と名乗り、形式上は大草松平氏の当主となったものの、松平氏とは血のつながりのない奇妙な関係となりました。この信貞の子が、三河一向一揆で家康と敵対することとなる松平正久です。正久の生年は伝わっていないものの、正久の孫が1513年生まれで桶狭間の戦いにも出陣していることから、西郷氏が松平氏に屈したしばらく後の1480年代には生まれていたのではないかと考えられます。大草松平氏は一度松平氏に屈したとはいえ、岡崎城やその南東にある山中城などを領しており、依然として松平氏に並ぶ三河の一大勢力となっていました。しかし、松平氏との対立は激しさを増していき、1524年に家康の祖父、松平清康による攻撃を受けます。もっとも、この時の清康は13歳で、実権は、叔父の桜井松平信貞が握っており、清康は信貞の指示のもと、その配下として、大草松平氏攻撃の対象となっただけに過ぎません。しかし、大草松平信貞、正久の親子は、この清康の軍に敗れ、山中城を奪われてしまいます。本拠の岡崎城は、家康時代の岡崎城とは違い、小規模なもので、最終的には、清康の降伏勧告に従って岡崎城の明け渡し、清康に屈することになりました。清康への降伏時に、信貞は、松平正久の姉妹にあたる、娘のお春を正室に差し出し、
清康は大草松平氏の娘婿になる形で岡崎城を手に入れました。信貞は清康の信仰の翌年に亡くなり、正久が家督を継いだものの、一説には娘婿である清康が大草松平氏の家督を継承していたともされています。正久は清康によって大草松平氏の家臣領地を吸収された格好となりました。大草松平氏を吸収した清康は安城城主の父松平信忠、叔父の桜井松平信貞から松平氏の実権を奪い、岡崎城を中心とした大勢力にのし上がることとなったのです。一連の戦いでまだ若い清康がどれだけの役割を果たしたかは定かではありませんが、大草松平氏は神君家康の祖父として脚色される松平清康の武勇を語る格好の材料とされてしまいました。領地と家臣の大半を失った松平正久は西郷氏始まりの地大草郷の少領主の地位へと戻ります。もっとも義理の兄弟にあたる清康には一応は従っていたようで、正久の孫松平正親が清康に仕えていました。しかし清康に嫁いでいた正久の姉妹お春は、一説には大草松平氏を吸収し用済みになったからか清康に離縁されていたといいます。家康の父松平広忠も大草松平氏の血は引いてるかは不明で、少なくとも徳川家の見解を表す徳川実記では広忠は大草松平氏の血を引いていないとされています。後に松平正久が家康と敵対したため、本当は広忠はお春の子で大草松平氏の血を引いているにもかかわらず大草松平氏との血縁を隠した可能性もあるでしょう。こうして形上は松平一族ではあるものの、松平本家とは関係がこじれにこじれた松平正久はやがて家康と敵対する道を歩むこととなるのです。一発逆転を目指して家康に反乱を起こす三河一向一揆での松平正久。松平正久は桶狭間の戦いの頃にはひ孫が生まれており、相当な老齢になっていたと考えられます。当然自ら戦に出ることもなく、大草松平氏は孫の松平正親が率いていました。この頃の大草松平氏がどのような扱いを受けていたのかは不明ですが、守護代を務めていた家とはいえ没落しており、今川氏に直接仕えるのではなく家康の一家臣に過ぎなかったと考えられます。孫の正親は今川配下となった家康軍の一員として桶狭間の戦いに出陣していますが、今川義元が織田信長に討たれる数時間前に行われた織田方の鷲津丸根取で攻めで討ち死にしてしまいました。こうして大草松平氏には老齢の正久と5歳のひ孫安康が残されることとなったのです。ただしひ孫の安康はこの後家康の嫡男信康付きの家臣として仕えることになるので、曽祖父の正久とは行動を別にしていたものと考えられます。正久はわずかに残された大草の領地にいましたが、桶狭間の戦い後の家康の三河統一戦に従軍していた記録はありません。そんな正久が再び登場するのが1563年から始まった三河一向一揆です。三河一向一揆で正久は今川氏と組む松平氏重臣酒井忠久や2年前に家康に屈した吉良義明と共に反家康勢力の一人として反乱を起こしました。もっとも正久は独力で戦う力がなかったのか、吉良義明のこもる東条城に入って家康に抵抗します。吉良義明も1561年に家康に敗れ東条城を奪われ岡崎に送られていた身であり、城外の東条松平氏が反乱鎮圧に出陣していた隙をついて東条城を奪っており、大勢力というわけではありませんでした。正久、吉良義明らは一向宗門徒ではなく、本多正信らが属した一向一揆は正久らの反乱鎮圧のための兵糧調達をめぐって起きた全くの別物です。そのため正久らが一向一揆と連携して家康と戦うということはほとんどなく、反乱一揆は括弧撃破されていきました。正久らが反乱を起こした4ヶ月後の1564年2月には家康と一向一揆の間で和睦が結ばれ、正久らへの圧力は一層強まっていきます。そして
正久、吉良、義明は、その数ヶ月後には家康に降伏し、城を明け渡しました。正久は降伏したものの、家康に仕えることは許されず、吉良、義明と共に国外に落ちていき、その後行方知れずになったと伝わります。同じく家康に敵対した桜井松平氏は、帰参を許されており、松平氏との血縁や勢力の大きさで差をつけられたと言えるでしょう。正久は、大草松平氏で唯一家康に歯向かい続けた人物として、江戸時代後期に編纂された寛政徴収諸科譜では何がしとのみ記され、名前も残されない仕打ちを受けています。それでも、ひ孫の康康は反逆者となった正久には連座せず、大草松平氏の加盟を後世に伝えていくこととなります。家康のお気に入りとなり、出世を果たす。松平正久のひ孫、松平康康の生涯。三河一向一揆時点で9歳だった松平正久のひ孫、松平康康は、曽祖父の離反に連座せず、家康の嫡男、信康付きの家臣となります。康康は、1572年、武田信玄が三方ヶ原の戦い直前に、遠江二俣城を攻めた際に、城を守る城兵として初陣を飾りました。この戦いで武田軍は、天竜川に架けられた城の水を補給する櫓を、いかだを流して壊す戦法を取ります。徳川軍は、これを阻止するために、対岸から武田軍に鉄砲を打ちかけ、康康も鉄砲隊の一員として、武田軍と戦いました。その際に、武田軍の鉄砲隊がいるのをいち早く発見し、大岩の陰に隠れ、武田軍の一斉射撃をかわし、味方が退散する中、一人鉄砲で反撃する武勇を発揮しています。結局、二俣城は陥落し、康康は、味方ヶ原の戦いで再度武田軍と戦うも、敗戦の中、5箇所の傷を負い、矢を2本射られ、満身創痍で、たまたま手に入れた馬に乗って敗走しました。自分は死にかけの傷を負いながらも、目上にあたる岡崎町奉行の江戸江茂七が、膝を疲れて歩けないから馬を貸せと言ってきた際には、江茂七を無理やり馬に乗せて、共に逃げるという活躍も見せています。その後も、長篠の戦い、高天神城の戦いなど、武田氏との戦いで、自ら槍鉄砲を持って戦い、家康にも認められるほどの武将に成長しました。康康は、味方の陣中にいる武田氏の内通者を密かに殺すよう命令を受けたこともあり、松平一門の出自も相まって家康の信任を獲得していきます。本能寺の変後も、小牧長久手の戦いで石川数正隊に属して出陣し、秀吉方の滝川数正がこもる蟹江城攻めで真っ先に城内に突入する活躍を見せています。こうした武勇を評価され、家康の関東移防後は、家康の旗本部隊、大番の番頭の一人に抜擢されました。康康の徳川家中での評判は高く、大番頭を、上方の家康付きと江戸の秀忠付きに二分する際、家康、秀忠のどちらも康康を手元に置きたがり、親子で康康を取り合ったといいます。秀忠は、本多正信を使者にして、家康に、康康を手元に置きたい旨を伝えるほどで、それでも家康は引かず、康康を上方へ連れて行き、康康は一時期、秀忠に疎まれることとなりました。関ヶ原の戦い、大阪の陣でも、家康のそば近くに控え、家康の死後には、秀忠によって、六千石まで加増を受けました。康康は、晩年には、秀忠に戦国の昔話をする御富衆となり、最前線で武田軍と戦った時の話などをしていたといいます。この御富衆には、元武田家臣で、高天神城にこもっていた横田忠俊や、真田正幸の弟、真田信忠などがおり、お互いの視点から当時の状況を詳しく秀忠に語り、秀忠を喜ばせました。康康は、1623年に68歳で亡くなり、後をこの正友が継ぎ、正友は、秀忠の次男、徳川忠長付きの家臣となりました。しかし、忠長が1633年に改易されると、これに連座し、領地をすべて取り上げられ、日立下館藩預かりとされてしまいます。それでも、1636年には赦免され、水戸藩主徳川頼房に仕え、水戸藩家老の地位まで上りました。しかし、正友の後を継いだ正友の二人の子、正長、正村には子がなく、断絶してしまい、
正智の弟の重成の家も無視断絶となってしまいます。こうして松平正久が家康に歯向かいながらも、康康が信任を得て繁栄してきた大草松平氏は、康康の孫の代で滅亡してしまうこととなったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。